この番組は居酒屋一樹の提供でお送りします。中本直樹のなんてったって歌謡曲。ブルーのワーゲン、コンバーチブルさ、長い髪をなびかせて、アクセルを踏んで元町ストリート駆け抜けてく風のように、パークサイドのドライブウェイ、川の下に星屑降り注ぎ、二人の青い影一つになるさ、きっと出会った山手のチャペル、バイブル片手にカフェに誘ったよ。はい、2時でございます。2時といえば中本直樹のなんてったって歌謡曲の時間でございます。今日も聴いていただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、若手の、ミュージシャンでございます。ただ若手といっても俺から見たら若手ということなんで、いくつになったかは後で聞こうと思っておりますが、まあいわゆるアマチュアでもなくプロでもなくというセミプロという、立ち位置なのかなと思っておりますが、お二人、お迎えしております。まあ、メインのゲストは、この方です。新庄秀樹君です。どうもはじめまして、新庄秀樹です、はい、そして、同じ、まあ、バンドからずっと、お付き合いがあっていまだに二人でジョイントして、ライブをやっているという辰巳君です。はい、辰巳光秀と申します。トランペットとか吹いてます。あ、ホラじゃなくてホラも吹いてます。トランペットを吹く人、はい、おー、なるほど、ね、ナランペット、ナランペットなんだそれ、いろいろ言葉が出てきますがなぜ今日この、まあ、セミプロのお二人をお呼びしたかというと、新庄君がアルバム、ミニアルバムを出しましたということで、CD を送ってきてもらって聞いたら、何これ、よくないじゃんこんなことやってちゃっていうぐらい良かったダメよこんなにいいの出しちゃっていう、そんな、感じだったんでございます。新庄君との、付き合いというのは、まあ、彼が多分小学校高学年か中学生とかそれぐらい、うん、10歳ぐらいですよ多分。9歳か10歳ぐらい。うちの兄が中学生ぐらいだったんです。僕小学生でした、ね、うん、なぜそんな話かというと、千葉にニューパークホテルという、大きなホテルがありまして、で私が、その頃そこのホテルのディナーショーだとかライブの、担当をしておりまして、うん、お父さんの、新庄社長にはもう本当に可愛がってもらって本当にもうしばらく行かないと電話かかってくるね、うん、今度いつ来るんだじゃあ近々この家に分かります、うん、で行くと、うん、もうホテルですからね、こうレセプションがあって、そうですね、でレセプションのところでパッと僕の顔を見るともうすぐ秘書に電話が入って秘書がすぐ社長のところで中本さんお見えになりましたどうぞどうぞ、すぐ社長室へ通されて、今日ゆっくりしていけるんだろうって、あ、まあ、ゆっくりしていきますじゃあちょっと一軒行ってくるか、飯でも食って待っててとか、それで、中華がねものすごい美味しい中華だったんですよ。
実はそのホテルのホテル内の中華、うん、なんていう中華名前忘れちゃったけど、子供の時からもあそこの春巻き以外食べれなかったです。美味しくて美味しくて、はい、僕はねあそこでね、うん、好きだったのは焼きそば。焼きそばも美味しかったですね。片焼きそばですか、もしかして。あるある、両方ある。あった、うん、あ両面が焼いてあるのよ。あ、柔らかい麺なんだけど両面焼いてあって、はいはいはい、ね、うん、そこにあんかけみたいな、うん、あれは美味しかったですね。確かにあれしか食べなかったような気がする、あれ香港にも出したんですよね、後で2号店を。あ、そうなの。すぐ畳んじゃったみたいですけども、うん、あの1回だけ家族旅行で行きましたね、香港の、その中華料理。でも日本の方が美味しかったですね。香港行きましたよ俺。まあ、それで僕も多分一緒ですよ、小学校の時。小学校の時多分、うん、そうです。兄が中学校の時に みんなであのタイガーバーム、そうそう、タイガーバーム行ったり ね行きましたよね。そうです。そうです。それね、すごいんだよ、こんな話してていいのかな。社長のね、まあ、いわゆる仲間というか、はい、側近みたいな人たちを、うんうんうん、社長を囲む会みたいな、うんうんうん、例の旅行会なんで、うん、そうですよね、年に1回は必ず海外に行くみたいな、うん、行ってましたね、まあ、あの社員旅行みたいな、まあ、いやいや社員なんかいないもんね。社員はいなかった。取引先そうそうそう、社員旅行じゃないの、取引先と家族旅行だよね。そうそうそう、その香港はね、覚えてるのは、中本君、今度はね香港でね、あのアグネスちゃんが結婚したところのマンダリンで、マンガン全席を食べる、それからフルコースを食べる、うん、フルコースだから食べてるじゃんと思って行ったら、フルコースってさ、日本の懐石料理みたいに一品出てきちゃ、それ食べ終わるまでずっとまたそれで時間が、ものすごい時間かかるんだよ、うんうん、あれ子供だったら飽きちゃうよね。いや飽きちゃいますね、あんだけ出てくるとね、うん、食べきれなかったですね、ね、あでもあっちはなんかいっぱい出されて残すのがなんか礼儀みたいな、ね、礼儀みたいな話、うん、それはあの多分円卓みたいなやつでしょ、はい、うん、違うのよ、フルコースだから、個人個人フレンチだったと思うよ、あれは。すごいだったかな、うん、なんかそんなんでさ、とにかく1時間半から2時間ぐらいかかんだから、うん、最後の、はあ、でそれまでもう結構なあのこんな距離じゃないよ、一、うん、人のテーブルが多分2メートルくらいずつの間隔ではいはい、はい、そこに来てる人が横に並ぶわけ、なんか映画で見たことありますね。そう、あれはね、マフィアの、ね、そう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 そんな感じよ。わーってなって記憶が今ちょっと蘇ってきましたね、うん、そう話で、うん、それで僕はタバコ吸ってたから、その頃からね、はい、タバコ吸いたいんだけど出れないんですよ、しょうがない。そうすると一番最後にあのシガータイムみたいな、あ、それはまきなの。あ、おしゃれですね、はまきを。だ当時は、まあ、当時って我々の知ってるその行った当時じゃなくて、ずっと昔、うん、の何百年も昔の話でめちゃ前ですね、はいはいはい、ね、要するにタバコは吸わないでこの葉巻の香りを楽しむっていうのが原点らしいのよね、うんうん、そうですね。それをあの、まあ、吸う係の人っていうのは、ブラックの人で、うんうん、だからそのためだけに雇われてるみたいな、まあ、優雅なね、でしたね。マンガン全席はまたマンガン全席で多分違ったあれともだったと思うんですよ。すごいです、まあね、そんな時代から知っている、新庄君に、うんね、実は何だったかな、タケル君の話だったのかな、それとも、あ、いや、あれですよ、久しぶりに、うんうん、中本さんから年賀状がうちに届いてて、そうだそうだ、帰って家族で、うん、で俺の中年賀状の整理して、これお袋、これ中本さん誰って言って、うん、最初あ誰だろう、でも音楽事務所の人だよ、うん、分かった、うん、その前ニューパークホテルの時に、そうだそうだ、頼んでて、うん、一緒に仕事した人だってなって、うん、それで連絡したんですよね。そうだそうです、そうです、それが最初ですね。そうそうそう、でちょうど父が亡くなった年だったのでね、うん、それでその話もね中本さんにお伝えして、そうなんですよ、ね、そうだそうだ、うん、あ、それでお母さんから電話があって、そうです、うん、で息子がこんなんであんなんでっていう、そうですよね、それで長男は
実は僕名前をね、はいはい、漢字を昔の漢字を覚えてて、そう、勇ましい人で、勇ましい隼人、今早い人になっちゃったんですね。隼人、隼人って、この時の隼人、俺の秀樹の木も樹木の樹だったの昔。それが定規の木、規則の木、漢字で敵にくい漢字に変えてもそ, それお父さんが思い立ったらなんかね、すぐその市役所に行って改名するんだって。でも小学校勝手に変わってた、小学校低学年勝手に変わってたなんで変えたのって言ったら、なんでだろうって意味が分かんないなんでだろうってそうなんだ、隼人君がね変わってたんで、そうですよね、と思って、でも昔こうでしたよねって言ったら、よく覚えてますねって言われたぐらい記憶に残ってて、それで隼人君の、息子が今こんな、ちょうどね、うずまさん、あ、はいはい、大学が近いんで、うずまさんにこう研究所に行ってて、なんか就職するのかそういう道に行くのかよく分かんないんで相談乗ってくださいみたいなことをお母さんとお話の中で、そうですよね、じゃあ一回お会いしましょうか、帰ってきたらって言って、 その段階で僕はプロフィールと写真を送ってもらってたんで、伊藤健太郎君の事務所にご案内しようかなと思って、で僕一緒に行って、で結局前健太郎君の事務所とは縁がなくて、とかっていう、ね、お世話になりましたもんね。いやいや、そしたらじゃあ一回千葉の、方に来てくださいとかって言って、食事会を催してもらって、そうですね、千葉ね、そう、総合で、そうでね、そうです、そうです、それでそこで音楽やってるんですよって話の核心に触れていくわけです。電話では息子はね今お医者さんなんだけど、音楽もやっててみたいな、そうですね、電話にぶつを与えましたねっていうちょっと要所の話をしながらそれでいろいろ話聞いたら、なんだ、CD 出されるんだったら聞かせてねとかっていう話をしていて、できましたっていうので、今日ここに至るというところまで約15分喋りました、お呼びいただいて本当に、いやでもね、15分喋ってないから、いやもう何十年かの話を15分にまとまったと思うと、まあ短いですね、まあもう本当だね、そうですね、そうそう、でここにある、秀樹、これ秀樹新城だけど秀樹西城みたく見えるよね。あ、小学校の時よくね名前負けしてるって言われましたねこのジャケ写はどこで撮ったの？これニューヨークの地下鉄ですね。で裏も、ダンボっていうニューヨークの、ブルックリンブリッジだね、映、ね、ってるとそこで撮ったんですね。おしゃれじゃないですかじゃあまずね、はい、ご挨拶代わりに、はい、この1曲目の三日月に照らされて、はい、これを聞いていただこうと思います。
った日々を激しく叩く夢を語る鳥雨ネオンの川に一人流れる悲しさに溺れ空を見上げる三日月が照らす儚い こういうのをさあのラジオから聞こえてくるとまたねちょっとね感覚がねいいと思う、うんうん、このスタジオで聞くのって自宅の聞くのと一緒だけど、うんうん、空気に乗って流れてくる自分の歌っていうのは多分すごいいいと思いますよ、ね、本当に、ね、親孝行だからね ありがとうございます出なさいって言って、ねまあ、僕なんか 出たしょうがないですよとかって言ってたからいやいや親孝行だと思って出なさいって言って母も多分このラジオ聞いてますからねなんか毎週で聞いてくれているみたいなんで、ええ、お母さんお元気ですか、はい、元気でございますそして今でも何を言っとんだからまあでも本当にねやっぱりいいね、うんうん、はい、いい荒削りでで AOR の匂いもしてで昭和っぽくてもうね本当に今の、まあ、他の、ね、ディレクターと話してたんだけど、
今の歌ってなんかちょっとあなんていうの味がないというかな何か足んないよねみたいな話だった。やっぱこれ聞くともう本当にさこう血湧き肉踊るじゃないけど、そんな感じがする、三日月に照らされてという曲でございました、はい、今日のゲストは、新庄秀樹君と辰巳光秀君このお二人をお招きして、はい、お届けをしております。え、二人いくつなの？58ですね。ですね。昭和40年。よし。58か。じゃあもうあと2年で60だ。完璧でございます。いやおかしいな。秀樹還暦だね。いやいや本当に、ね。それを言うためにね。それ言うためにもうなんかあと2年は生きないと思う。そういう新庄秀樹君は、実は。まあ、とても、優秀な、方でございまして、うん、歯医者さん、ねはい、を開業していて。そうなんですよね。場所はどこでしたっけ？方南町ってところですね。方南町、はい、中野だよね。いや杉並区なんです、ね、あ杉並区か、はい、中野区との境目ですね。ちょうど方南町、うん、そうかね、うん、さあもう黙ってたってねその病院でねそうなんですよ、ね、やってりゃさ 2店舗目出したりとかしていきゃ、うん、もう事業拡大間違いないのに足を音楽に突っ込んじゃった。そうです、ね、高いギター買っちゃったり、ね、高いギター買っちゃってねレスポールをね、うん、何あのアドリブはレスポールでカッティングがストラトですね。ストラト、はい。なんちゃってじゃないんでしょ。本物なんでしょ。本物です。ヴィンテージもの？いやヴィンテージではないですけど、レスポールは87年ですね。例えばあのリーシューってやつですね。ピックアップのコイルとか巻き直したりとかしてるの？してないです。それはオリジナルですね。はい、うん、なるほど。最近あの見たこともない楽器を買ったんですよ。はいはいはい。真っ赤なセミアコ。セミアコ。うん、はい。もうね。一目惚れみたいに、はい、それねあのハードオフっていうところで、はい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 、楽器がダーって並んでるところで一本ポーンと光ってて、ハードオフで時々それやっちゃいますね、うん、衝動買いしちゃったこれと思ってパッと見たら値段が一桁違うんじゃないのっていうぐらい安かったのえと思って、出会いですねそれね。それですぐそこで買わないでネットでそのメーカーを調べたら、何ネットで買った方が安いんじゃないっていうそれでこのレビュー見たら結構いいこと書いてあるで、しかも YouTube でこのレビューをしてるミュージシャンがいて、うん、一目惚れしましたこれにとかって。じゃあそれなりにちゃんとしたやつがあるんですね。それなりにちゃんとしてる、うんうん、で真っ赤でこうやってここに置いておくとかっこいいですよねみたいな、うん、今フライング V がそこにあるんだけどそれをどけてこのギターを乗っけるのいいですねとかっていう YouTube が上がってて、それでじゃあ音は実際どうなんだろうと思って弾いたら、うん、あそんなに悪くないよねみたいな、うんうん、だ多分あのピックアップは一つだけなの、あ、はいはい、シングルなんでシングル、ね、だそんなに重たい音は出ないんだろうけど、うん、軽くもなさそうで、うん、とこ弾いたらまあいけますよね、まあ、みたいな。箱なりもするでしょうね。するしね、うん、セミアコだし、うん、わーと思ってでもすぐポチりまして、うん、ただ1ヶ月以内に入りますみたいな、うん、あそうかまだ、まあ、チャイナから来る。あなるほど、ね、あそうかでさあそうかと思ってたら、はいはい、2、3日前に届いて、あ1週間ちょいで届きました、うん、もうね発泡スチロール あのギターケースみたいな、ね、発泡スチロール、ね、そうそう発泡スチロール白、でそこにスポッと入って蓋もちゃんと入って、うん、でそれをガムテープでぐるぐる巻きにして、うん、よく中国から来るやつそんな感じですよ ねそうなのそうなのそれでほら結構さ335とかもう重いじゃん、うん、はいはい、うんうん、でも重いのさ1時間持ってちょっとプレイするのもしんどいんで、うん、軽いのないかなと思ってそれを手にしてみたら、あら軽いじゃありませんかっていうどうなんですか軽いのってね、うん、いやもう、うん、これねギターの音は
自分でよく分かんないんで、あの専門の人に見てもらって、うん、あこれこうした方がいいねとかっていうのをちゃんとやってもらって、うん、それからセットアップするんで、うん、なるほど、軽い方がいいんですよ。あまり重いと ね、 でもね、疲れますもんね。72ですからね、もうじじなので軽く軽く、うん、軽い方がいいです。という、ギター談義でございましたけども、うん、その、まあ、歯医者さんの話に戻りますが、はいはい、なんか有名な、俳優さんがお客様で、はい、お客様というか、まあ、患者さんでいらっしゃると、あの役者さんとこあミュージシャンの人は多いです ね、うん、ね、有名な人、有名な人、これな言っていいんですか、これいいですよ。いいですか、うん、佐藤二郎君っていう、佐藤二郎さんってね、はい、飛びます飛びます、それは坂上二郎さん、それは、それは古いですね。ごめんね二郎。佐藤二郎さんね、あの役者さんのね、いい味出してる人で ね、もう昔からの友達なんです。あ、うん、そうなんだ、はい、でうちにも治療来るようになって、うんうん、俺も近かったら行くんだけどな。遠いからな、行く間に歯が痛くなったらどうしようとかね。歯医者は近い方がいいですね。歯医者さん近い方がいいですよね。そうですよ、まあ、でもお医者さんは近い方がいいです、まあ、どこね、何にしてもね。わかりました。じゃあ、次の曲をですねご紹介するんですが、ダンス、ん？ダンスオブザウィンド。オブザウィンド。そうだ。はい、ダンスオブザ、自分で字書いてて読めない。ダンスオブザウィンド。これはなんとスペシャルプレイヤー、ゲストプレイヤーに千葉さんが入ってると。はい。千葉清彦氏が、ね、入ってもらう。パーカッションの神、はい、神様ですね。ね、うん、いや聞いてますかねこれ。どうでしょうかね。まあ一応フェイスブックにね、はい、あの今日撮りましたよって言って、はい、あげたら多分、あ、そうですね、見るでしょうけどね、はいはい、ということで聞いていただこうと思います。ダンスオブザウィンド。
いやもう一っぷろ浴びてこようかなと思うくらいなかった、ね、そうですか、うん、
まあ、一応まあ秀樹君のことはよく分かったんだけど、じゃあ今日は、もう一人、ね、あの相棒というかね、はい、あの一緒にやっている辰巳君をちょっと、はい、ご紹介しようと思うんですが、はい、出身が関西圏大阪、大阪の八尾ってとこですね。河内温度の、河内温度の、はい、めっちゃ悪いとこでしょ。いやそうみんなそう言うんですけどね、うん、生まれ育ってるからあんまりそうは思わないんですけど、まあ、サラさん、はい、あのリアルにそう言ったりしてましたね。 おじさんたちは悪いよって関係なんとかじゃんとか言いさらしとんねとか言ってましたね。あの、うん、全然怖いとかじゃなくて普通みたいな。西成と近いの？近くはないけど雰囲気はなんか似てるよね。いや全然違う。あ、違う。西成もねいいとこですけど、うん、まあ、昔はね学生時代は西成の裏の学校に行ってたんで、うん、あの辺が遊び場やったんですけど、うん、まあ、あのその地元やとは言いながら、うん、やっぱりあすいませんねって感じで西成は行くとこでした。うん、すいませんねちょっと安いホルモン食べさせてもらってますみたいな感じで、はい、謝りながら行くとこですけど、今なんかもうあの観光地化してて、ね、ついこの間も行ったんですけど、うん、もう普通に観光客がキャッキャキャッキャ言いながら行ってますからね。もう変わったなと思って。あの街録チャンネルってあの YouTube の、はい、あれでよくあの西成、まあ、紹介されてます、されてるので。それもあるんでしょう ね。あとは、ねなんだかなんとかチャンネルって結構 YouTube いろんなチャンネルさ、そう YouTube ですごい YouTuber が紹介したりしてるから、うん、結構気楽に来てて、まあ、顔にこう 絵が入ってる人いるじゃないですか。あのブレイキングダウンに出てくるね、あの人たちとかを連れていくと、なんか見ました、もうみんなね、そうそうそう、もうなんかすごいフレンドリーで、うん、気楽ですからね、気さくというか ね、まあ、なんかね、それで何その高校まで大学まで大阪にいたの、ね、大学は行ってないんですけど、うん、その専門学校の時にその西成の裏あたりに行ってたんですけど、うんうん、何の専門学校英語のアメリカに行こうと思ってたんでこれは英語を勉強しなければ、うん、っていうので、まあ、遊んでばっかりでしたけどね。 You can speak English? Maybe、うん、I can very well そうです。 This is an apple みたいな世界でしたけど、そうそうそう、ほんで、まあ、バンドは結構高校くらいからやってたんですけど、うんうん、まあ、別にねそんなんでプロにどうのこうのとかはなかったけど、うん、あれなんですよ、イカ店、あ、イカ店、はい、イカ店に出るってことになっちゃって、おバンドで、おで出ちゃって、おでもでもあテレビあテレビテレビテレビイエーっていう観光気分で来たら、なんかその週の優勝しちゃって、それで、まあ、結局、ずっと勝ち抜いてきてるね、人らとやって、まあ、負けるんですけど、あれ自腹なんですよ、あの交通費とか。あ、そうなんだ。もしその週買ってし、あの買ったんですけど、その人らに買ってしまったら、うん、次の週も自腹で東京に来なきゃいかんということなんです。負けてね、俺ら大喜びして、ほんなら三宅裕司さんに、お前らなんでそんな喜んでんだよって怒られましたけど、まあ、でも結局それがきっかけで、その審査員のね、斎藤信さんとか、あの成人さんとかが、お前ら東京来いとか言って、バンドやろうぜとか言って、CD も出そうぜとか盛り上がっちゃって、でなんかちょっと面白そうだから来てみるかなって思ったら、三十、うんうん、何年もいることになってしまいました。今は何、仕事としては何をしてるの？英語の先生？いや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 、あの一応トランペットで、あ、はい、トランペットで生計を立ててやらさせていただきました。すごいじゃんね。そんなね、そんなうまいことやれてないですけどね、うん、じゃあスタジオミュージシャンもやってるってこと？スタジオたまーに、たまーに。じゃあツアーメンバーとかそういう、この間辰巳君家遊び行ったら、うん、キンキキッズの CD があるんですよ、うん、何これ、なんでこんなの持ってるの、うん、いやそれトランペット俺が吹いてんだって、うん、そんな仕事もしてんのって言ってちょっとびっくりした。すごいね後でサインしていやいやそんなそんないやサインもらってそれ友達じゃない仕事なんでそうそうだなるほどね。そうなんですよ。今度ね、あの、この言っちゃっていいんですか、うん、どうぞ。あの神奈川芸術劇場ってあるんです、カートっていう横浜の中華街のところ、はいはい、そこでね、うん、あのジャズ大名っていう、うん、知ってます、映画にもなった筒井康隆さんの小説の、有名だよね、
古谷一行さんで映画になったんですけど、うんうんうん、あれのお芝居ちょっとやるんですよ。役者として、あ、いやいやいや、ミュージシャンとして劇版でその生演奏で芝居が進行するんですけど、それちょっとやるんで、もしよろしければ来てください。それ、うん、チケットはどういうふうにすればいいの？チケットとかね、うん、あのなんあんなにあのガチャガチャフェイスブックとかやってるの？やってます。あ、そう、じゃあ後でどっかに書いて、まだ書いてないですけどね、自分は書いてないけど、じゃあちょっと後で友達になっといて、でそこから、じゃあここに、はい、ね、あのアクセスしてくださいっていうふうに入れておきますので、はい、うん、なんだ、じゃあ面白そう、あれだね、あの辰巳君のなんか音源も持ってきてもらえばよかったね。いや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 、今日ね、ほら、これはこれでまたさ、うん、いや今度またその自分の音源持っておいでよ。はい、ね、はい、はい、いいですか。はい、面白いよね、それはね、うん、でその時はあの付き添いでね、はいはい、次 ね、はい、来てもらって、はい、はい、分かりました。じゃあ、3曲目何しましょうか。ミーンストリート、はい、ミーンストリート、はい、これはどんな曲ですか。これはインストのバラードで、なるほど、昔あのマーティン・スコセッシのそれこそミーンストリートって映画があって、うん、デニーロバート・デ・ニーロさんが出て、うん、その映画がすごく大好きで、うん、それをモチーフに作った曲ですかね。本当チークタイム、チークタイムとも違うんですけど、本当はこれがアルバムタイトルやったんですよ、ね、そう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 、そうなんだ、はい、これなんでテイストになってるの。まあそれはもうあの一曲自分のテイストだっていうこと、そういうことです、ね、なるほどね。アルバムタイトルはテイスト、テイスト、タステタステタステオペンハウス、オペンハウスじゃあ聞いていただきましょう、メインストリート。
いやね、この、流れてる間にちょっといいお話を聞きましたので、ベースが、まあね、ずっとトリオでやっていた時のメンバーのベースの人が、うん、まあ、ちょっと病気になってリタイアして、違う方が、ベースを弾いて、もともとが違うベースの人が録音してたんです。録音してた。でこの曲だけ1曲、うん、あの病気がちょっと今治って良くなったのでその曲だけ、この今の曲だけベース弾いてくれとちょっとお願いしました。うんうんうん、で2テイクで OK と。2テイクで OK でした。やっぱりさ、うん、そのやり慣れてる人っていうのはその自分の音っていうのが、うん、溶け込むんだよね、そのサウンドにね、うんうん、そうですね、なんかしっくりくるっていうか、うんうんうん、なんかそういうお話だったんで、うん、まあ、いいお話だなと思って聞いておりました、うん、今日は歯医者さんで、ミュージシャンの、新庄、秀樹くんと、ラッパ吹き、辰巳光秀君を迎えしてお届けをしております。まあ、いろいろとあの話をしてきたんですけども、川越は初めてですか、新庄君？僕は初めてです。初めてです。生まれて初めてですね。どんなイメージですか？いや、どう分かんねえだろう。分かんないですね。なんかドンキホーテ行っちゃいましたからね。電車起きてすぐね。電車起きてすぐこう来たんだからね。そう小江戸も行ってないですからね。小江戸も行ってないからね。まあ、小江戸まで行くとね、ちょっとまた時間がかかりますからね。そうですね、うん、少し20分今日歩くかと思いますので。で、何、辰巳君は初めてみたいなもんなんだね、はい、じゃあね。もう初めてみたいなもんね。うん、そうなんだね。はい、うん、よく分かりましたね。よく分かりましたね。なんかね、詳しいけどね。まあまあ、そんなことは置いといて。はい、告知としては、なんかこのアルバムのリリース、はい、なんか記念なんとかじゃ、患者みたいなのやる、はい、やるんですか？はい、2月10日に、来年になりますけど、2月10日土曜日ですね。はい、高円寺の二六四というライブハウスでワンマンで、はい、遠いね、2月10日。まあまあ2月10日っていうことはあと半年くらいで、そんなにはねえか、そんなにはないです、ね、ないですけど、もう12月だからね。そうですね、遠いですね。まあ3ヶ月ぐらいですね。ですね、はい、テイストのレコ発ライブ、はい、まあいろんな細かいことは、新庄くんのまあ、Facebook にもアップしてるでしょうし、はい、あとアップしてるのはあんまりしてないでしょう。あんまりしてないですよね。インスタのストーリーの方が上げてますかね。あ、なるほど。どっちかっていうとインスタのストーリーの方が多く使ってます。 Facebook がたまにですかね今。うん、まあ、Facebook もちょっと秋が来たっていうなんかちょっとところあるよね。広告とか美味しい、もうなんかね、もう同じようなことばっかり書いてる人見てるのもちょっと辛いし、ね、全然知らない人からね申請ばっかり来るし、なんか、ね、うん、知らないよみたいな、ね、もう若い人はやってないみたいですね。そうでしょ、フォローされましたって言ったらフォローしたすんごい綺麗な人ばっかりでさ、そうそう実在の人じゃないでしょ、ね、これおかしいでしょっていう人ばっかりが、ね、でしかもなんかたどたどしい日本語じゃなくてさ、翻訳の、ね、の言葉遣いでしょみたいな言葉だが、ね、来たりとかするからすぐ削除してブロックして、うんうん、それやってるだけで時間かかっちゃうっていう、ね、まあ、あんまり、まあ、そうだ、インスタのライブの方ちょっと見てみますかね。はい、TikTok もやってるの？は TikTok は、あ、一応やってるというか登録はしただけですね。何もそこには抜けてないです。TikTok もやってるんだけどさ、インスタもやってる。うん、インスタもなんかあの最初は普通に投稿するだけだったんだけど、2ヶ月ぐらい前からはあの配信してくださいとかっていう許可が来て、あ、そんなの配信できるんですか？配信できる。知らない。TikTok も配信してくださいって来る。あれはよく見ますね。うん、ね、なんか勝手に出てくるっていう、うんうん、なんかそういうんでちょっとまた新しいね、来年はね、うん、年にしていきたいなと、うん、そうですね、思っているわけでございますが、うん、じゃあその2月の10日をね楽しみに、待ちましょう。はい、最後の曲、Groove is Easy、 これはどういう曲ですか？はい、これはあのちょっとブルースっぽい進行に、ニューオーリンズのちょっと跳ねたファンクみたいなサウンドを混ぜて作ったような曲ですかね。うん、自分で曲作るときってどうやって曲作るの？なんか
僕ピアノ弾けたら本当は良かったんですけど、ピアノ弾けないんでいつもギターでリフで考えて大体作るんで、うんうん、そうです、大体思いつきですかね、うん、あとお風呂入ってる時とか、うん、なんか思い立ったり、なんかインスパイアされたメロディーとか、そうですね、出てくると、それをギターで表現してっていう感じですかね、うん、じゃあ曲線なので詞終わったから乗っける感じ、両方あります、両方あります、うん、詞が先の場合もありますね、うん、はい、じゃあ、最後の曲でございます。新庄秀樹くんの、テイストというアルバムの中の、曲でございます。 Groove is easy。影が霞んでそっと振り返ると、黒い影炎があざけに笑って、さあ準備はいいかい、ふざけなショーが始まるのさ。 You can make itわかりやすい、はい、楽曲でございました。
はい、ということで、今日は、ミュージシャンであり、歯医者さんの、新庄秀樹くんと、ラッパ吹き、辰巳光秀くんを迎えしてお届けしました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください、はい、ぜひ楽しかったです、はい、本当もう毎週でもいいんですよ、来てくださいね、はい、ということで、新庄秀樹くんのアルバムの、告知は僕の Facebook とか、インスタとかに上げておきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は居酒屋一木の提供でお送りしました。ラジオ川越 88.7さよならもう